今回紹介するのは日本電産永森重信が社員に言い続けた「仕事の勝ち方」という本です。人を動かし物事を前に進める力はほぼ不変のものでありそれは天才にしかできないような難しいものではない迷いが晴れ人生が開ける。 パワフル経営者長森重信氏の仕事道知られざる面を明らかにしている長森氏の知られざる一面を感じた気がしたテレビや新聞などで知る長森氏にはガンバリズムの体育会的経営者というイメージがあったがその裏には深い洞察があったというわけだこの本は何よりも式が大事という。 やる気こそが会社の力という思想や事業を再生するために必要な考え方、幹部と若手の育て方、そして何より経営者自身の在り方を言葉を鍵に示している、それぞれの言葉に関連する出来事、その言葉を元にして動いた事柄などが書き込まれて説得力もある。類似本は多いが、 最も事実をしっかり書いているのではないか最後に過去の名刑英物との共通項があったがこれも読んでみてなるほどと思わせた完全積極精神部下に惚れさせる度量徹底的に先に意識が向く考え方物事を成し遂げる秘訣は同じだと感じさせる私は経営者ではないが 一サラリーマンとしても元気が湧いた。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。